はい、今日のお店はこちら。ここは MRT チョンシャングオシャオ4番出口から徒歩5分くらいかな。地元の人たちのローカル食堂、コンローファン豚角煮飯が名物のお店のようです。おー、煮豆腐がよく煮えて美味しそうやな。コンローというのは日本でいう豚の角煮のことですね。なのでコンローファンはその名の通り豚角煮を白飯に乗っけた豚角煮飯ということになりますな。ルーローファン、ジーローファンとともに台湾では割と定番の料理ですわ。メニューはこんな感じ。ほな、名物のコンローファンをもらおうかな。てか110元って割と高いな。ちなみにこのチャンネルの三つ星システムを始めたきっかけになった第47回目で紹介したこちらのお店の角煮飯はなんとシャオワンで45元、ダーワンでも75元ですからね。それから煮豆腐と、あとは白菜の煮物をもらおうかな。コンローファン、ルー豆腐、ルーパイサイ。130、谢谢你。おお、ここのお箸しっかりしてるな。一応辛味噌ももらっとこうかな。ドーン、久しぶりのコンローファン。よっしゃ、ほな食べていくで。まずは名物のコンローファンからや。おお、なかなか分厚いコンローやな。おお、柔らかい、今にも崩れてしまいそう。うん、こりゃ美味しいわ。よく煮込まれてて脂身がトロットロで甘みがあって美味しいわ。これは白飯が進むやつ。うん、米もうまい、上手に炊けてる。台湾のコンローファンはルーローファンと同じくお店によっては癖が強くて微妙なところもあるんやけど、ここのお店は甘辛い醤油ベースで癖も一切ないわ。これは日本人好みの味付けやで。これはキャベツかな。うん、まあ普通に美味しい。これは定番の山菜やね。お、ここの山菜はほんのり甘くて美味しい。これは何やろ。へえ、豆腐とひき肉をあえてあるんやな。よっしゃ、ほな大好きな煮豆腐いくで。うまっ。これはうまいわ。めちゃくちゃよく煮込まれてて中の中までしっかり味が旬でおる。上にかかってあるピリ辛のルーローもええ仕事してるで。てか突然の激うまやめてくれ、びっくりするやんけ。よっしゃ、ほな白菜の煮物はどうかな。うん、おいしい。クタクタになるまで煮込まれておる。これは塩ベースであっさり煮込んであるんやな。でも量がかなり少ないからこれで40元はちょっと高いんやおまへんか。コンローファンにしても美味しいのは美味しいけど、このお店は全体的に値段が高いぜよ。どうもザロです。はい、今日はねコンローファンを食べに来てます。コンローファンっていうのは豚角煮のことなんですけど、コンダーワンっていう名前なんでコンローファンが名物の食堂やと思うんですけども、早速食べていきたいと思います。これがね名物のコンローファン、110元やからね結構高いなって思います。率直な感想ね。これがコンロー、まあ日本で言ったら豚の角煮ですね。本当に、うん、トロトロに煮込まれた。はい、いただきます。うん、おいしい、ご飯進むやつやね。うん、米も上手に炊けてるね、おいしい。コンローね、豚の角煮結構ルーローファンと一緒で癖があるお店も多いんですよ。八角臭いお店とかも多いんですけど、ここのはまあ日本人好みの味だと思いますね。わかる、この脂身のところがね。ちょっと食べてみよう。あー、すごい。うん、脂身のとこねすごく美味しいわ。でなんかキャベツの煮物とかね、山菜とかね、豆腐とひき肉炒めたみたいなやつが載ってるんですよ。これガオリーザイ、キャベツね。
ん、まあ普通に美味しい、うん、ちょっとシャキシャキの歯ごたえも残っててね。これが毎度おなじみの山菜ですね。ルーローファンとかグアバオ、台湾式ハンバーガーの中に入ってるようなやつね。あ、美味しい美味しい、ここの山菜美味しいやつや。ほんのり甘くてちょっとだけ酸味があって、これがね、なんか豆腐とひき肉を炒めたみたいな。うん、これは味噌ベースの味付けで、ご飯に合うやつ、美味しいね。全体的に本ローファン美味しいと思う。ただ110元はね、ちょっと高いんじゃないかなと正直思う。80元ぐらいやったら値打ちあるなって思うわ。これがルー豆腐、まあ豆腐の煮物やね、にルーローファンのね、ルーローがちょっと上に乗ってるってやつね。はい、この豆腐うまいわ。このチャンネルね、ずっと見てくださってる方はご存知やと思うんですけど、僕すごい豆腐好きじゃないですか。ルー豆腐とか洋豆腐とか冬瓜とかね、まあ豆腐あればほぼ必ず頼むんですけど、このルー豆腐は今までの中でもベスト5かベスト3ぐらいに入るかもしれない。ここの豆腐はうまい。で、20元やから安いしね。で、これが白菜の煮物ね。これね、高いんよ、わかる？めっちゃちっちゃい器やねんよ、ほら。すごくちっちゃい器なんやけど、これ40元するんですよ。ちょっと高いよね。いただきます。クタクタに煮込まれてて、これは味付けがね、塩ベースやね、醤油ベースじゃなくて非常にあっさりして美味しいです。ただ40元は高い、うん、この量やったら20元ぐらいが妥当やね。まあ美味しいんやけど、このお店は全体的に値段が高いと思う。お昼時やのにね、お客さんほとんどいないんですよ。理由が分かったわ、高いんだわ値段が、うん、多分よその店より20元から30元ぐらい全部が高いんじゃない。結構美味しいよ。本ローはね、本当に美味しいわ、豚の角煮。うん。癖も全然ないし、脂身トロトロやし、本当にお客さん今もう12時ぐらいやと思うんやけど、土曜日のね。今、持ち帰りを除いたら僕しかお客さんいないんですよ。いや、これはちょっと謎いね。やっぱり値段の高さがネックなんじゃないかなと思う。これ、辛味噌もらってきたんで、ちょっと使ってみましょうか、せっかくやからね。じゃあちょっと豚の角煮つけてみようか。これは捨てない方がいいわ、ごめん、これはいらない。ルー豆腐、豆腐マジでうまいわ。これ20元やったらまあ値打ちあると思う。珍しいね、白菜の煮物ね。醤油ベースのお店が多いんやけどね、塩味ベースの白菜の煮物のお店って珍しいんかな。このお店ね、ルーローファンもあるんですよ。で、これコンローが美味しいから、豚の角煮が美味しいから、おそらくルーローファンも美味しいと思う。いや、これコンローファンがほんとうまいわ。豚の角煮がマジでうまい。これは特に脂身のところね、ほんとにとろけて甘くてね、よく煮込まれてて美味しいわ。山菜も美味しいし、ガオリー菜も悪くないし、豆腐とひき肉の炒め物も悪くないよ。でもなんかやっぱり110元取るんやったらもうちょっと工夫した方がいいと思うわ。出し方工夫するなり、やっぱりちょっと高いなっていうのがどうしても拭いきれないね。白菜の煮物ももうなくなったけど、いや量がめっちゃ少ないわ。これは40元やっぱ高い。ルー豆腐美味しかった。もうなくなっちゃったわ。あの注文の時にね、スープも勧められたんですよ。で、スープ30元ぐらいなんやけど、スープも頼んだら200元するからね、こんなローカル食堂で200元はちょっと違うと思うよ、本当に、うん、じゃあ最後の豚の角煮です。食しました。美味しかったけど、美味しかったけど、やっぱりね、全部でね170元したんですよね。これは高い、ほんまに。まあ体感的にね、120元ぐらいがね妥当やね。マジで50元は高いわ、普通と比べて。50元高いって結構高いよ、マジで。下手したら1食分ぐらいあるからね。安い弁当屋さんとか行ったら50元ぐらいで食えるから、そのことを考慮したらね、やっぱ美味しいだけじゃあかんねん、ほんまに。値段とこうやっぱこう釣り合っていないと、バランス釣り合っていないとあかんと思うわ、本当に、うん、いやー勉強になりますな。はい、今日もありがとう。
ごちそうさま。はい、食べてきました。名物のコンローファン豚角煮飯は110元約400円で、分厚くてどでかい豚の角煮は脂身トロトロで非常に美味しいんやけど、なんせ値段が高いわ。これよそのお店やとだいたい80元なんですよ。それを考慮すると美味しいだけに残念だわ。白菜の煮物も同じくクタクタになるまで煮込まれてて美味しいのは美味しいけど、この量で40元はやっぱり高いわな。この量なら20元が妥当やし、もしくはもう少し量を増やして30元にするのがええんちゃうかなと思うで。それからこの煮豆腐、これはちょっと頭一つ飛び抜けて美味しかったわ。部類の豆腐好きな僕が今まで食うてきた煮豆腐の中でもベスト5、いやベスト3に入るかもな。しかも20元約70円やから、これは値打ちあるで。全部合わせて170元約610円はローカル食堂としてはさすがにちょっと高いんやおまへんか。美味しいだけやとあかん。そこはやっぱり値段と釣り合っていないと。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。